しうち首絞めてほしいんよいいよきいっくごつめしこれこれすごくいい <laughs> やばいブラジャーの紐がまた切れたのよこれじゃ裸ないよごつめしめてほしいんよ いやちょっと待って、さすがにね、俺もほら忙しくてさ、最近休みは全然ないじゃないで、あの、今回は、なんかその、正午を温めてくれる新しい友達を紹介するんで、そいつに温めてもらっていいかな。ごつめし、おじさん先生は嫌だよ。いや、まあね、おじさん先生はさ、ほら、ね、絵本の中にしか出てこないから。うん。まあ今回、まあ早速ですけど、あの、新しい友達紹介したいと思います。 まず最初が、えっとね、ダークルギアさんですね。はい。こんにちはわしはダークルギアじゃんしょうよろしくパウパウうげ。なん、なんなんこいつ。うち JC だけど、こいつのことあんま好きじゃないな。なんでストーパウパウで、まあ次の友達が、あれこれじゃなかった。普通に間違えた。 こちらですねはい月曜日の朝に「ズームイン!え」っと「ズームインサタデー」っていう番組皆さんご存知ですかねあのズームインが最近中丸君が結婚したんですけどね「あのズームイン」っていう番組があってまあ鳥慎一がやってたんですけどまあ、その番組が終わった後でしばらく残ってたその、まあ、昔でいうピザンツ帝国のねあのトラペザス帝国みたいなそう 本国がなくなってもしばらく数年間残ってたっていうそのズムサタっていう土曜日バンド番組がありましてねうんそれのサタボーですねこんにちはサタボーですバぽごウボ飯さあのうちに友達を紹介するのは構わないけどこの頂天ちゃん以外は正直あんま好きじゃないななんならおじさん先生の方がマシかもしれんわいやちょっとそれはひどいと思うわうん そうですよ僕たちはって頑張って生きてるんですパンパーそうよしょうごちゃんしょうごちゃんただでさえハイスクール DD が好きなんだけのおじさんなんだからまず中学生中2っていうキャラクターでいられるだけありがたいと思わないとあ最近て天ちゃんね鼻の投与をよくする手術をしたの。 改めてこいいいつらの匂をするととちょっと臭いわね勝地さんこれはどういうことかしらえっとねこれはあれっすねあのタンスに数,数十年間眠ってたんでちょっと匂いかもしれないですはいまあというわけで今後ねこのメンバーで、まあ、新しくやっていけたらなと思うんでよろしくお願いしますところで正午のブラジャーって今月何着目だっけ うちのブラジャーうーん、150ぐらいかな。なるほどね。じゃあ、チャンネル登録者数もそれぐらい目指して頑張っていこうかな。今月、ごつめ飯の登録者数何人増えたんうち JC だから YouTube スタジオの見方がちょっとわからないよ。えっと、今月多分50増えてるね。うん。たったその、結構、ついにネタがなくなりすぎて、その、ショ本体を、その、魂を吹き込んで参戦させたりとか結構いろいろありましたけども。 今月は結構伸びいい方じゃないかな。まあ、動画頑張って出してるし。チュッピッピポッポ、う、う、うちピッピな容。よ。